ラブヴァンパイアフラワーズ、発売まであと8日。パチ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 。さあさあ盛り上がっていこうか、小春ちゃん。そうですね、気合い入れていきましょうか。でもその前に。どうしたの？盛り上がってって言ってる割には先輩ちょっとご機嫌斜めじゃないですか。まあね、そういう小春ちゃんもさっきから青筋がヒクヒクしてるけど。要するに私たちは今不機嫌なんですよね。そうね、不機嫌というか堪忍袋の尾が切断寸前というか。責任者出てこーい。昨日の組み合わせが巨乳コンビでしたって流れで私たち二人って一体何の嫌がらせよ。やっぱり胸ですか？男の人はみんな大きな胸が好きなんですか？強欲は身を滅ぼしますよ。この国では胸の小さい女性を尊い存在として崇め奉る習慣があるって聞いてたのに。それはちょっと誤解があるような。でも私たちはこんな露骨なセクハラには負けない。ない胸を張って生きていくのよ、小春ちゃん。はい、そうですね。というわけで巨乳ガールズに対抗して金乳ガールズのリーダーこと小野寺小春ちゃんから何か一言。はい、私たち金乳ガールズは。私がリーダーなんですか？え、ダメ？ダメっていうか、だって私後輩ですし先輩の方が適役だと思うんですけど。ちっちっち、そうじゃないわ小春ちゃん、忘れちゃダメよ、私たちは貧乳ガールズ。となればよりぺったんこな方をリーダーにするべきなのよ。え、ここに来る前にちゃんと調べておいたんだから。私は76の B で、小春ちゃんは70の AA。 なんで知ってるんですか？ふっふっふ、あまり演芸部をなめないことね。恐るべし演芸部。さてリーダーも決まったところだし早速行きましょうか。え、行くってどこにですか？決まってるでしょ、憎き巨乳ガールズに戦争を仕掛けるのよ。え、あ、ちょっとクリス先輩。ラブヴァンパイアフラワーズ発売まであと8日です。よろしくお願いします。待ってください。